タドリをしましょうかけて周りの止めたいところで瓦が柔らかくなるという意味でイタドリします。ソースというか畳という形で人参の千切り、要するに細切りですけど、できるだけ細い方が。生姜の美味しいところはこの周りの5ミリぐらいの中のこの間が一番美味しい。決して包丁でガリガリ剥くとこの美味しいところ全部捨てちゃって生姜じゃなくなりますんで、そういうことも心しながら先ほどの人参切ったみたいに薄く切って細く切ればいいんじゃないですかね。この漬け釣りに入れて1時間ぐらい味を含ませるというか、さしとけば美味しく仕上がると思いますので、しばらく待つように。